アルビン・バーク・ジュニアはアメリカ合衆国のプロレスラー。フロリダ州マイアミ出身のアフリカ系アメリカ人。プロレスデビュー前は不良であり、15歳の時に武装強盗で少年院に6ヶ月半装置された。その後も再び武装強盗と誘拐の容疑で16歳ながら、大人として刑罰を受け9年6ヶ月の間刑務所に服役していた。 服役期間は9年6ヶ月だが、服役中の態度によっては、刑期が最長18年となる重い判決であった。出所後の2002年にプロレスデビュー。アントニオ・バンクスのリングネームで CCW やザウィなどの団体でヘビー級王座を勝ち取った。また、ティネの PPV などでも試合をした。2005年、WE とディベロップメント契約を交わし、 DSW でトレーニングを行う。モンテル・ボンタビア・スポーターというキャラクターには、王兵で自分のことが頭から離れないアスリートという設定が組み込まれた。スマックダウン2006年8月4日、スマックダウンに初登場。登場初期は女性とボディーガードによって囲まれて会場に現れていた。この間も番組 GM のセオドア・ロングと契約交渉を交わしていたが、 他人に携帯電話などで自分が持っている宝石類の自慢話を始めると実況のマイケル・コールや解説の JBL からは欧米な奴と形容されていた。同年9月27日、WWE の公式サイト上に WWE との契約書が掲載され、ノーマーシー2006で WWE デビュー、マーティー・ガーナーを相手に勝利したが、 このガーナーが WWE とは契約していない、地元団体の選手で舗装表だったこともあり、解説の JBL には、契約金が番組史上最大のくせに、こんな試合をするとは失望したと言われていた。入場シーンは、まるで NFL に登場するような傍聴式のトンネルから登場後、両手を広げてパイロを出すというものだった。MVP は、自分の勇気を証明するために、 より手強い相手と対戦させるようリングで発言した。すると、対戦相手として出てきたのは RAW から移籍したばかりのケインだった。これを境に二人は、ミスター・ケネディ、ジ・アンダーテイカーを巻き込みながら、構想を展開する。ストリートファイト戦や、金網戦では、勝利を収めたが、アルマゲドン2006で行われたインフェルノ戦では、摂氏260度の炎で背中を焼かれて、 大やけどを追う。2 0 0年四月一日のレッスルマニア二十三では、クリス・ベノアとの US 王座戦を行うことが決定。自身初の王座挑戦であったが敗北。しかし五月のジャッジメントデーにて再び、クリス・ベノアに王座挑戦し、US 王座を奪った。その後マット・ハーディーとの構想に入るも、心臓の病気を口実に、スキットに参加するのみで激しい試合などは行っていない。 9月には GM 室で次に入ってきた奴とタンクを組んでタック王座戦に出てやると宣言したところ犬猿の中のマット・ハーディが入室してくるというストーリーで嫌々ながら組んだ即席タックでお互い険悪なムードが漂うも WWE タック王座戦に勝利したタック王座から転落するとすぐにマットを攻撃裏切りを見せたが MVP の保有する US 王座をめぐって マットと構想が始まることが決まった直後、マットが盲腸炎の手術のために長期離脱する。そのため抗争がストップし、対戦相手がいない状態が続いていた。2008年から2010年2008年1月には、レイミステリオを相手に短期間の抗争を開始。US 王座をかけての対戦で勝利を収め防衛を果たした。2月には、4大特番の一つ、 ロイヤル・ランブルに出場。同リーグに所属する大御所、ディック・フレアーとフレアーは破れれば即引退というキャリアスレッドニングマッチでノンタイトルで勝負。最後はフレアーの得意技足ンのあざがためでタップアウト負けを喫した。3月にはレッスルマニア24のメイン戦の一つである世界ヘビー級王座戦出場をかけた。 スマックダウンのエリミネーションチェンバーマッチへ出場するも一番目に脱落した。4月にはレッスルマニア24でのマネーインザバンクラダーマッチへ初出場するが勝利目前のところで乱入したマット・ハーディーに邪魔を、それでミスター・マネーの権利を逃す。それをきっかけにマットとさらに構想、同月のバックラッシュでマットと対戦するが敗北し、US 王座を奪われる。 その後は RAW からスマックダウンにドラフト移籍してきたマットの実刑ジェフ・ハーディーとの構想を開始する。ハーディの出場した試合の最後に必ず乱入してはドライブバイキックでジェフを気絶させ観客の品種を買った。サマースラムではそのハーディと対戦、ドライブバイキックで勝利を収めた。2008年中盤から終盤は連戦連敗となり、 ついには契約金を返上させられることになる。その間、ハリケーン・ヘルムーズの復帰戦や新人選手のデビュー戦でも勝ち星を献上し、さらには、カンフーなきにまで敗れてしまう。この連敗は2009年に入っても続いたが、トリプル H のロイヤル・ランブル出場をかけた、ビッグショートのラストマンスタンディングマッチで、そのトリプル H の介入もあって、勝利を挙げ、ついに連敗を脱出した。 その後は、ベビーターンし、順調に白星を上げサイドレッスルマニア25での、マネー・イン・ザ・バンク、ラダーマッチへの出場が決定した。3月17日のスマックダウンでは、シェルトン・ベンジャミンを下し2度目の US 王座を獲得、2年連続で同王座を保持しての出場決定となった。その後のドラフトで RAW へ移籍が決まり、移籍後幾度か王座を防衛していたが6月1日の、 RAW でコフィ・キングストンに破れ王座を失う。その後は US 王座奪還を狙いながらもトレードで移籍してきたジャック・スワガーと抗争しサマースラムでの勝利で抗争に決着をつける。翌日の RAW からはマーク・ヘンリーとタッグを結成しクリス・ジェリコとビッグ・ショーの統一タッグ王座に狙いを定めブレイキングポイントで挑戦するも破れてしまった。 その後は特に構想相手もおらず、時々、ヘンリーとタックを組み活動していた。そして2010年4月の追加ドラフトにより、スマックダウンへと移籍。NXT シーズン2では、パーシー・ワトソンを指導するプロとして登場している。2010年12月2日、WWE との契約解除が成立し、対談となった。2011年2月20日、 新日本プロレスのザニュービギーニングにリングネーム MVP として初参戦。5月、新日本初のアメリカ大会を記念して新設された IWGP インターコンチネンタル王座の初代王者決定戦トーナメントに優勝して初代 IWGP インターコンチネンタル王者となった。翌6月18日、大阪府立単育区会館で開催された ドミニオン6.18で決勝戦で対戦した矢野2を相手に初防衛に成功するも試合終了後矢野に6年間生やし続けていた髪の毛を切られるという屈辱を受けた7月18日3度矢野と対決を行い勝利試合後に切り落とされた自身の髪を矢野の口の中に押し込みリベンジを果たした8月 G1 クライマックスに初出場 中村信介、後藤博士大きに勝利する快挙を遂げるも最終戦のカール・アンダーソンに敗れ予選落ちした。一方で6勝3敗という好成績をマークしている。10月10日、ディストラクション11で田中正人を相手にインターコンチネンタル王座の防衛戦に臨んだが、スライディング D でピンホール負けを喫し、同王座から陥落した。12月4日、愛知大会。 リマッチとして、再び、田中と、アイミエルも試合終盤に、セコンドのゲドーと、高橋博士二郎の介入でペースを乱され、田中のスライディングディーで強鎮。試合後も、田中と、博士二郎のリンチにあった。2012年1月4日、レッスルキングダム6で、シェルトン・ベンジャミンをパートナーに、田中博士二郎組と対戦。試合は、自身が高橋を、 イリバーシブルクライシスで極め、ギブアップ勝チを収めた。その後、同年の G1 クライマックスにも出場するも、タイトルマッチに挑戦することはないまま、2013年1月4日、レッスルキングダムに出場後、新日本との契約を解除した。2014年1月30日、ティネを支援する投資家というギミックにて登場、リングネームを MVP 名義にしている。 7月18日、ティネとルチャーアンダーグラウンド間で乗る所属のショーンヘルナンデスをルトの契約期間中にティネとも契約して試合に出場したことから問題となった。ティネ側は MVP の誘いでエルナンデスと契約してルトの契約期間中とは知らなかった。この問題の責任を取る形で MVP はティネを退団した。2016年4月。 ルチャーアンダーグラウンドと契約。だが、同月に非公開となっている、ルでのキャラクターの年齢を、ポッドキャストで喋ってしまい、指示を受け削除するも同日解雇となった。MVP ノルとの契約は、エージェントとしての契約も含まれてたという。2020年より、WWE に復帰。1月22日に行われた、ロイヤルランブル2022サプライズ出場。 5月11日放送の RAW で、ボビー・ラシュリーとユニット・ザ・ハート・ビジネスを結成し、後に、シェルトン・ベンジャミン・セドリック・アレキサンダーをメンバーに加え活動。プレイメーカーボリン・エルボー、US 王座と、WWE タック王座の2冠王、時代 WRC ヘビー級王座、WWECCW、フォーザ・ウィシン・ニホン・プロレス・レスリング・オブザーバー。 ニュースレターアワーズ、ありがとうございます。